はいどうもみなさん、こんにちは、ゆきです。今日もね、仮想通貨ニュースね、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、ついにね、ビットコインがね、130万円近くまで行きましたね。目前まで行こうと。まあ、二つの上昇理由っていう感じですよね。っていうのがポイントかなと思うんですけど、まあ、一個は、その、アメリカで、この、レジャー、レジャー X 社かな っていうあの仮想通貨の会社に対して指定契約市場として公認認定したみたいなんですね。それによって、まあ、現物決済のビットコインの先物が誕生する可能性が浮上したっていうので、で、まあ注目が集まってるっていうのですよね。で先物が、まあ、導入されると、まあ、可能性がというか現状、 まあ、OK ってなってまうと、まあ、かなり、まあ、そこでまたビットコインの流入、資金が流入していくと思うんで、それもプラスまた上がってくる要因になるんじゃないかなというところですよね。で、あの、中東の情勢とかでね、金がめっちゃ上がってるんですよ、今。金も何年かぶり、5年ぶりとかに最高値とかになってるんですけど、それによってビットコインの需要も高まってるっていう感じですよね。 で、ビットコイン、前もね、ちょっと動画で説明したんですけど、あのー、まあ、えっ、ー、とー、デジタルゴールドって言われてるんですよね。まあ、要は金と同じぐらい資金価値があるよっていうことですよね。要はね、安定資金というか。で、ま、あそれもあって、まあ、ダブルで高騰してきてるっていう感じで上がってきてます。で、ま、あ26日の11時現在、128万円まで上がってきてるので、もうこのね、 チャート見てもらうとも分かるぐらい、かなり上がってますよね。で、まあ予想によると、まあ、一定のおしめ作りつつも、156万から160万あたりを見に行くと考えられてるんで、まあまだまだ上がるぜってことですよね。なのでチャンスがあったら買い増しするのもありかなとか、まあロングもありかなっていうところですね。 で、まあ、その先物っていうのがわからない方もいらっしゃると思うんで、ちょっと説明だけしておきたいんですけど、先物っていうのは、まあ、要は、ちょっと、ね、例題で説明すると、まあ、例えばですけど、まあえっと、金とかプラチナとか、ね、ダイヤモンドとかもあの値動きするんですね。あの金が今上がってるよって言ったみたいに。で、宝石とかジュエリー関係も値段が変わっていくんですけど、まあ、それを例えば欲しいとします。例えばプラチナのダイヤモンドリング。 が、例えばあなたが欲しいとします。で、えっ、ー、と、1年後に買いたい。1年後に、えっ、ー、と、その同じものを欲しい。ボーナスが出るから買おうかなって思いました。けど、1年後って、例えばですけど、その今10万円のプラチナリングが、もしかしたら12万、13万、14万って上がってるかもしれない。もしかしたら値下がりしてるかもしれないですけどね。で、 今、10万円やったら必ず買えると。来年のボーナスで必ず買えるなけど、15万とかなっちゃうとちょっと手が届けへんなっていう時に、えっ、ー、と、その1年前の状態ね。その1年後に書いた1年前の状態で、その10万円で買いますっていう予約をするっていうことです。そしたら、例えば1年後に、実際そのプラチナリングが15万円になってても、10万円で購入できる。 ただ、ね、逆もしっかりで、例えばそれが値下がりして8万、7万になってたとしても、10万円で購入しないといけないっていうことです。それを先物が言って言います。なので、まあ、損するときもあれば得することもあるんですけど、まあ、買えないっていうことはなくなるっていうのが先物ってやつですね。先物取引って言われるやつです。なので、現時点で10万円のものを 未来1年後でも10万円で購入できますよっていうのを先物取引って言いますので、まあ、そこはね、ちょっとあの、専門用語なんで覚えておいてもらえたらなと思います。ですね。で、えっ、ー、と、まあ、ビットコインの方でね、130万円目前、まあ、160万までいくんじゃないかっていうところも、ま、かなりすごいんですけど、今ね、ビットコインがね、なくなっちゃったな。 えーっとね。すみません、ちょっと記事なくなっちゃいましたけど、ビットコインの、えー、っとドミナンス、まあ専有、占、えー、有割合ですね、が60%を超えてきてます。これもね、かなりすごいことで、60%を超えるということは、もう過半数以上ですよね、が皆さんビットコインに流れてきてるということですよね。 なので、まあ、それも含めて、まあ、ビットコインが今後ね、その上昇していくんじゃないかっていう後押しにもなってくると思うので、まあ、そこをちょっとね、ポイントにして、まあ、買い増しされるなり、ロングにするなりっていうのをちょっとね、あのー、やっていってもらえたらなと思いますけれども、まあね、もう160万になりますって言われてるんやから、ここからまだ20万、30万ぐらい上がってくる予想なので、まあ、そこはありかなと思います。 まあそこはね、また皆さんで検討していただければなと思いますので、今日はまあこちらのね、ニュース、ニュースを紹介していきましたので、またね、あのー、皆さんに何かお伝えできることがあれば、どんどんお伝えしていきますので、えー、引き続きご覧ください。はい、本日も動画のご視聴、最後までありがとうございました。またね、こちらのチャンネルでは、皆さんに対して、有益になるような情報をね、どんどん アップしていきますので、ぜひ下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。合わせてね、下の概要欄の方に僕の LINE アットのね、えー、URL 貼り付けておりますので、そちらから友達追加の方もよろしくお願いいたします。そちらでは有料級の情報を無料でどんどん配信していきますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。はい。ではね、またね、次の動画でお会いしたいと思います。 これからもね、ぜひ、応援、えー、よろしくお願いいたします。では、またお会いしましょうバイバイ